アラビア語でクイズ。イエーイ。サブチャンネルじゃなかったんだね。アラビア語でクイズ。確かに。アラビア語でクイズ。ダメだね、全然サブチャンネル。かけらも聞こえないよ。アッサラームライクム、イスミヤマガミ。あれ？おお。すごい。で、アラビア語でクイズをして全然わかんないねっていう動画を撮りたかったんですけれども、はい、ヤマガミはアラビア語がちょっとわかるので読めなかったと。いや、ちょっとわかって、全然わかんないんですけど、一応大学1年生の時に、はいはい、アラビア語の授業取ってて、おー、90友情だったんですよ。すごっすごっ。だって U の上にある単位だね、友情。アラビア語90はなかなかすごいね。そう、でも僕はもう全てを消滅した。あー、まあそうだね。有料か不可のさらに上の単位取ってるのすごい。そう、友情はあのね、皆さんこれだけ覚えてる。アルハンドリラ、これは神様のおかげですみたいな意味で、アラビア語でこれなんかいろんなところに使える。その元気ですか、元気です、おかげさまでみたいな時にもアルハンドルイッラーで使えるし、何がついかもわかんないな、ちょっとアルハンドルイッラーかな、カタカナアルハンドルイッラー、アルハンドルイッラーかな、アルハンドルイッラーで、いただきますごちそうさ、ごちそうさまみたいな時にも使えるし、なんかいいことがあった時にも、なんかなんならそのちょっと悪いことがあった時にも、そのこれを全部神様がなんかやったことを起こしてみたいな感じで、使えるらしい。めちゃめちゃ参考になった。そうこれだけでもこの動画いいね、ええ、全然勉強になったね。これが先生から教わったこと。なるほどね。その代わりに動画への出演権を失ったっていうね。そうだね。あの王は来たんですけど、アラビア語僕習ったんですよって言ったら、あ、じゃあ無理ですねって嘘だろと、その習ったことが不利に働くことってあるのこれもアルハンドリラ、アルハンドリラ、アルハンドリラ、はい、ということで、まあ、とりあえず本編の最後の問題をお出ししますので、はい、なんと山上さんは一人で答えることができます。いいね。どれだけ？いや、大体さ、こういうのさ、最後が一番なんかひねってやつでしょ。そんなこともなかった。あれ？うん、普通っす。まあ、普通だよ。あ、そうなの？普通普通。普通普通。普通普通。わかった、じゃあちょっと。普通普通。競馬の問題なんでしょ？そう、普通に問題読んでるだけだもん。うん、うん、問題が読み上げられて答えるなんて、しかも一人で早押しでしょ。ああ、まあ、一番いい景色じゃん。確かに、ただただ楽しめる。分かった、じゃあやってみるわ。頼んだ。はい、JRA さんとのコラボ動画で最終問題は競馬の出題となります。そうです。はい、それでは問題。え、この人誰？ええ、まず何の説明もないんだけど、この人誰？やんだやんだ、そらんそらん、やんだやんだ、自爆、ブラボーブラボー、やんだブラボー。فعلا سباق الخيل مشوق جدا. السؤال هو ما هو اسم الحصان الذي نال الجائزة الكلاسيكية الثلاثية اليابانية في عهد ريوا؟ ريوا؟多少わかるからむずいとこあるよね、たぶんね。いや、何もわかんない。何もわかんない。すべて忘れている。すべて忘れてるか。え、間違っても今回大丈夫です。あ、大丈夫。はい。何回でも忘れる。令和？デアリングタクト。残念。デアリングタクトは？あの、令和。レア、多分令和初かな？の三冠馬だと思います。なるほど。三冠馬。牝馬ですね。あ、牝馬か、デアリング。牝馬三冠ですね。デアリングタクトに関してね。もう一回見ますか。もう一回ちょっと、なんかこの路線じゃなさそうだな。一応コントレイルも、ちょっと一回こうして。コントレイル。成功だそう、なんでデアリングタクトから行ったんやろな、と思った。やるな。やるな。さすが。レイワからね。レイワの。レイワだけで行った。レイワだけ、あとなんかね、その、3つぐらいさ、同じような単語が、なんか連続してたんだよ。なんかその、3つが大事なのかなと。すごい。おお、なるね。推測が、ちょっともう一回聞きましょうよ。そう、どういうこと。意外とわかる。もう一回流しましょうか。すごいね。まあでもレイワからよく言った。やんな、やんな。もうやんない。やんな、やんな。だいぶ大変なことだよ。やんな、ブラボー。皆さんが素晴らしい演技を演じている。ファランチバクルカエル、ジョウジェッダ。السؤال هو ما هو اسم الحصان الذي نال الجائزة الكلاسيكية الثلاثية اليابانية في عهد ريوا؟ ليه على كده؟ نعم نعم نعم.
日本語が令和で初めてクラシック三冠を達成した馬は何という問題で、はい、コントレイル正解でした。おめでとう。クラシックって言ってない。クラシックって言ってる。うん。どうまあ、はい、私もアルケソン、アラジナイラジャイザルクラシックやつ。そうそう、いかこみたいな膝が。ほんま、クラシックで言ってる。そう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 。クラシックで言ってる。いや、わかんないよ、でもこれ初見で聞いたとき。そうね、もうレイバだけだったよ。俺がレイバだけで、まあよく出したレイバ、競馬、2回目でした。コントレイルから出会いたくと。すごい。レイバ、競馬、とりあえず3回言うかみたいな、偉い。そう、偉い。デアリングタクトは去年の牝馬三冠で初めて無敗で牝馬のクラシック三冠を成し遂げたそうです。はいはい、なるほど。そうか、あ、初めてだ。そうか、初めてなのか。あのデアリングタクトとコントレイルとアーモンドアイが使ったあの試合はもうめっちゃなんか話題になってましたね。どれだっけ、ジャパンカップだっけ。いや、有馬記念。有馬記念、あ、ジャパンカップか。はい、だっけ、ジャパンカップ、ジャパンカップか。そうかそうか、うん、人気だから有馬記念の意味だった。やるやないかい、えらい。やはりよし、いけたわ。アービアがもかけなかったけど。レイバレイバケイバうんって、でもそれってちゃんと出せるんですけど、日本語で。あ、でもね、なんかね、最初の、まあみたいな、なんかその、わ、多分ワットみたいに当たるやつ。あれはなんか見覚えあったわ。あれワットなんだ。わかんない、多分そういう感じの意味だったと気がする。なんか、あれは見覚え、一番最初の単語はなんか見覚えある。おー、すごい。すごいな。やっぱ、勉強は生きてるな。でもね、でも生きてないよ。ああ、もうでも耳がね、もうアラビア語耳になってなってないのよ。一番なってない。俺だから、その本来は1年やらなきゃいけない、アラビア語の文法とか発音とか全部やらない。はいはいはい、でもその後期が必修と被ってて、ああ、前期しかやってないのよ。東大あるあるね、そう、必修と被って受けられない。ちなみに前期は先生がラマダーンの時期で、最初結構ふっくらした先生だったんだけど、はい、6月から7月ぐらいにかけてめっちゃ安い、断食月だ。そうそうそう、なるほど、ね、すごいね。ということで、これからですね、未公開問題がありますので、伊沢さん、鶴崎さんもお疲れ様です。申し訳ないね、みくだしさん、いっぱい取っていただいてね。え、ありがとう。何さん、もう一回もう一回みくだしさん、みくだしさん、あ、有名な、いや、まあ、確かにお顔は拝見したことある、有名な方ですよ、みくだしさんね。そう、よしよし、押しまくり。まあ、俺にとっては第一で習ったフランス語もアラビア語みたいなもんだったから。分かってねえじゃん。全然分かんなかった。あ、そういう意味、うん、分からない、分からないで、ね、そういうことか。そう、全然分からなかった。いや、僕ラテン語を受けてたんですけど、教養の時になんか僕の時はそのギリシャ語はラテン語の3倍難しく、アラビア語はギリシャ語の3倍難しいっていう噂を聞いて、うん、アラビア語はやめとこうかなって。アラビア語はね、語順がね、VSO なの。おお、動詞、主語、目的語なの。おー、でもいいヒントじゃん、もらったいいヒント。 VSO だ、絶対これ見れば。確かに、主語が2個目に来るってことでしょ。まず単語知らねえんだよ。フランス語はおしゃれ。超主観超主観おしゃれ。なんか言ってくれるかと。おしゃれおしゃれおしゃれ。俺が学んだそれだけだ。アンシャンテアンシャンテアンシャンテヘボンテオジュフ。あ、フランス語、いや、違いますよ。僕はね、フンデータを言うたびに、なるほど。ヘッソンデートね。セビゴね、存在理由ね。レゾンデートね。だから、あの、ヘゾンデートほど訳すべきですね。あの、R という発音のクソむずい。フランス語の話やってんだよ、今。アラビア語の話やってんだよ。アラビア語の話やってんだよ。アラビア語、やるよー。うわー、じゃあ、たまたまフランス語選択くれてる。2公開の課題、1問目です。どうぞ。まだ、本読んでる。何の杉浦海さん。マユサマベタシンナさん。おー、演劇してた。演劇、それはどう、早っ。ニジンスキー。え、残念。あ、違う。あの、そういうクイズじゃない。そういうクイズじゃない。そういうクイズじゃない。なんかその、演劇に関係することで、競馬に関係することで言えば、あ、イギリスの競馬や。ニジンスキー系列のね。そうそうそう。4問目で競馬関係なかったね。あ、そうそう。あ、全然競馬関係ない。え、競馬関係ないのこれ。4問目以外多分ないよ。ない、全然なかった。うん、え、じゃあ無理しよう。1問目、2問目、3問目、何も言ってよかっていう。そう、アラビアを聞き取るクイズよ。え、それはそこまで練習して4問目であの例を。そう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 。だから、そう。だから多分関係ないよ。関係ない。嘘、マジ、多分、分かんない、分かんないよね。多分関係ない。じゃあ、もう続けるけん。いや、20年規制外だと思ったんだけど。まあね、ぽいけどね。競馬関係ありそうだよね。じゃあ途中から。はい。下のアフィギュアにも調べ、ワニもメッセージ。السؤال هو في مسرحية شكسبير روميو وجولييت
ロミオやったみ、ラーズ。わ、はい、わかる。キャプレット系。わあ、もう。わかる、わかる。めちゃめちゃロミオとジュリエットで言ってるやん。めっちゃ言ってたね、今。ロミオを、すごい、夢るんだ。ちょっとジュリエットかどうかわかんないけど。どれがロミオなの？どれがロミオ？あの二重鍵括弧みたいな、あ、このチャート。はい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 。ダブルコーテーション。あれの、その一番最初が、ロミオ。最初って右側にある方ね。右側にある方。GIOGS みたいなのが、左側読んだ時に GIOGS みたいになってるのが。右から左読むね、あれでってね。そうね。だからこうチョンみたいな、なんかこういう、クの、クを、ひらがなのクを反対にしたみたいなやつ、うん、あれが R なのよ。へぇ。で、その次の G みたいなのが、こう WO みたいな感じの発音。ウォーみたいな。うん。だから、ローみたいな感じで、うん、で、ミー、オー。なるほどね。なるほどね。で、その後が多分アンドっていうかと思う。オー、うん、オーだったと思う。で、多分その次がジュリエットにした。そうだね。だってニコは、ニコ WLGS みたいなのはジュリエットね。そうだね。この棒みたいなやつが L なのよ。なるほど、L は L なんだ。めちゃめちゃ読めるやん、すごい。いや、文字読めるの反則じゃないの。まあ、これはね、聞いてるわね。聞いてた、聞いた方が早かったから。確かに、そういう認識は。実際、アラビア語で喋っていただいて、問題として難易度が決定するので、ちょっと喋っていただいたら思ったより分かった。なるほどね、そうか、そうか、そうだよ。我々は全然分かんなくて、そう、東さんに。アラビア語やってくださってるから、その、やってもらってってことだよ。帰ってきたら、もうめっちゃ簡単になる。なる可能性があ る、ね、作り手側が誰も分かってないんですよ。でも、フランス通り分かったよ、全然。でもフランス語もでもロミ、ロミオ・エ・ジュリエットとかだから、ホミオとかね。ホミオ・エ・ジュリエット。若いよ、多分それでも。それでは、2問目です。どうぞ。いくつか言って大変じゃん。このパート言うやっぱりその早く問題大事大事ハリーがオマールソンミクラさんガチェックパートアントマールソンジャンル健康だスポーツ健康だねって言うか手の大きいねアスアルはフィラブディカバディアルムハジムユサマーベルライダーファマーホアロカブアルダーカえ何も聞こえなかったねライダーって聞こえたんだよなライダーはねスポーツでライダーかナイター残念すいません分かんない大丈夫何度でもして大丈夫ですどうですかちゃんと読もうもう一回流してもう一回流してもう一回流して流したん流したん押せ押せこのパターンいいよこのパターンいいよいいよあれさっきは一緒だった一回目ねえ見下したの頼む瞬間ハリアンお前らそれやだもうでは問題です覚えちゃいそうあ、そう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 でも覚えてる覚えてるチャージュッダンアスアルホはフィラバディカバディアルムハジムユサンマダライダーどうぞアンティすげえカバディって言ってたカバディって言ってた今って言ってたカバディって言ってた本当聞こえなかった聞かして聞かしてライダーって言ってなかったそれはちょっと後レイダーのことあ、レイダーレイダーかなるほどねアスアルホはフィラバディカバディアルムハジムユサンマベルライダーファマホアロカブアルムダーフェ本当はレイダーレイダーって言ってる、うん、俺がライダーってアラビア語で夜って意味なんですよああそうなんだだから千夜一夜物語とかもライダーって出てくるんですよへえだからあ、夜の何かかと思ったらレイダーレイダーだねアラビア語でレイダーだなってないもん多少はやっぱねその発音変わるからそうかなるほどなるほどいやよくカバディ聞き取れたねカバディ聞こえましたわ最初のいやだからそう最初にこうね主語来るっていう話してたから、うん、最初の方聞いてたらおーカバディしかもまあデスが問題風になったわけですそうそうそう点があったからね、うんカバディで攻撃側の選手をレイダーと言いますが守備側の選手を何というアンティでした、はい、うわ今回ルールはね灼熱カバディ参照ということでねあと、まあ、ストラグルとかあるよ普通にこの問題出してくるのもすごいねアラビア語でアラビア語じゃなくても分かんないやろって発祥は別にインドだからね書いてないからそうだね書いてないからねあんまりこれもまあ簡単すぎるんでボツになるなるほど、ねまあまあ、簡単すぎるかなまあ本編はもうちょい難しかったあ、そうなの本編はだいぶいろいろ言いましたよあ、そうだいぶ難しかったです未公開の最後いきましょうはいやったいいペースだよ、これ解けるよそれでは未公開最後の問題です当てるどうぞあれあれまたまた競馬見て別の競馬競馬じゃん競馬ね、2問用意したの
ナイスナイス。ゆっくり見ると。あれさっきの人だよ。レースや。あ、スワンゴは。で、エイマカン、オキーマ、カプセルアンバラトル、フィラビア・ハーゼルハン。いや、わかんなくてないよ。全然わかんなかった。これはあの競馬の落ち着きパターンですかね。はい、競馬の落ち着きパターンですかね。大丈夫、馬も頑張れ頑張れってやつでしたからね、流れたのは。ちょっと紳士、紳士っぽい競馬。でもやっぱそっちが良かったね。うん、見てて。紳士より良かった。でも分かんないのこれ。もう一回見たい。もう一回もう一回もう一回。ちょっと、なんか単語聞かないと。うん、なんか何も聞き取れなかったね。ああ、スマホ。スワルは、フェイマカン、オキーマ、カッセルアンバラトル、フィラビア・ハゼルハン。虫ー虫ー虫ー虫ちょっと文字読ませてくれないかな、ちょっと。いや、全然分からなかった。何でしょ。なんか、とりあえず何か言いましょう。ご飛ばせないから。1年で最初に来る自慢レースは何でしょう。フェブラリーステークス。ありそう。残念。こんな感じで連打していきましょう。しばらく中山金牌。なんで中山金牌。なんで中山金牌。1年で最初 の, あの受賞だから。あ、なるほど。残念。有馬記念。どうして。まあ1年で最後も。え、最後じゃないか。まあでもまあやっぱ一番ねこう盛り上がるレースじゃないですか。残念ながら違います。オープンステークス最後だから違います。有馬記念、アリとか言ってたから。じゃあもう一回聞こう。第2代会長にちなむで有馬記念。もう一回聞こう。ちょっともうちょっと、そうね、単語攻めて1単語ちょっと1単語の意味分かりたい。あ、スワルはフェイマカン、オキーマ、カッセルアンバラトル、フィラビア・ハゼルハン。ハゼルハン。フィラミア・ハゼルハン。ハゼルハン。ハゼルハン。エイマカーの部分大そうなんだよな。うん、高松さん、ポイントはどこら辺ですか。エイマカーのちょっと後ろですね。エイマカーのちょっと後ろ。よろしく、もう一回聞かせてください。あ、スワイフは、エイマカーン、オキーマ、カッセルアンバラトル、フィラビア・ハゼルハン。カッセルハマト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 ン。メリーゴーランド。どうして？カルーセルっぽいこと言ってたから。残念。違う。カッセルハマトン。でも競馬関係あるよね。カッセルハマトン。新潟競馬場。左回りだから。残念。左回りとかいうさ、語彙がさ。我々ね、多分想定されてないじゃない。それ解けなくても、使わなくても解けるんだよ、絶対。カッサ、カッサ、カッサ、ドンカスター競馬場でやるから、ケンタッキーダービー。そういうこと？残念。もうまず答えがあってごらん。ドンカスターは、ドンカスターなんだっけ？あ、覚えてない。待って、ケンタッキーダービーじゃない？ドンカスターはセントレジャーズイギリスか、そもそもドンカスターでも違うんだよね、これ多分ね方向性違うでしょ。そうですね、方向性合ってないですね。じゃあもうやるやる。ネモに難しすぎてポツって書いてあります。あ、だからやっぱその解けないの、ちょっとちゃんと海外競馬ないんじゃないの、だってJRのちょっとね、考えてあれなんだから。まあでもちょっとちゃんとなんかカッセル、カッセルだよ。俺一個さ、思ったのはさ、コントレイルを聞いた時のなんか最初と違った気がするの、単語が。だからその馬じゃない、馬の名前じゃないと思うんで。だから そのレースとか競馬場とか用語とかその何に当たるものだと思うんでね。なるほど、ちょっともう一回聞きましょう。あ、スワルはフェイマカン、オキーマ、カッセルアンバラトル、フィラビア・ハゼルハン。カッセルランバトール、カッセルランバトール、カッセルランバトール。大阪杯。そしてカッセル、城、でまあなんかそんな感じで大阪城とかなんかそういうニュアンス。違います。今でいいんじゃない、カッセル。でもね、城ファンなんですよ。ちなみにさっきの、あのケンタッキーダービーはチャーチルダウンの競馬場だったんですよ。あ、そう。じゃあ、大ヒントです。そこのすぐ後です。あ、カッセルハンマトーの、カッセルのすぐ後に注目してください。はい、そうじゃないと解けないです。そうなんだ、カッセルは今のところ1単語も出てないから。ラ、だってラ、ランバトーみたいな感じだったよ。いや
アスワルは、フィエイマカン、オキーマ、カツル・アンバラトル、フィラビア・ハゼハン。アンバラトル褒める、アンバって言ってたから。え？言ってたじゃない、絶対言ってない。はい、違います。しかも、いや、あれ、ラ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 、馬、アンバだし、馬だし。アンバ、いや、アンバのこと指して馬だと思わない。ちょっと文字、やっぱもう一回聞いてな。ちょっと一瞬で文字が流れてるから読みづれ。アスワルは、フィエイマカン、オキーマ、カッセルアンバラトル、フィラビア・ハゼハン。アンバラトル。これさ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、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 いけるいける、いやいやいや、言わない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 、アンバラトル、アンバラトル、え、これ、え、競馬関係ある、これ競馬に関係あるように、頭を使っていってくれ、競馬に関係あるように。いや、俺もう、なんとなく分かったんだよ。え、アンバラトル3番どうして勝負服の色。残念。え、どういうことだ。いやいや、言わない、言わない。ね、いや、もう分かるのよ、分かるんですよ。あっ、え、どういうことだ。白、勝負服の色。違います。黒、勝負服の色。違います。何色があるんだっけ。え、他に何がある。え、赤、勝負服の色。勝負服が出てきません。あなに。いや、もう、じゃあ言うわ言うわ、多分ね、アルハンブラみたいなの言ってんだよ。アルハンブラ、アルハンブラ宮殿って赤い城ってみたいな。あ、多分赤は関係あるんだよ。赤、あ、赤か白かどっちか分かんないけど、でもアルが監、アルが監視だから、ザだから、あれ、ハンブラが意味あるはずなんだよ。アルハンブラってこと。山上さん、ちゃんと聞いてくださいよ。そんなこと言ってませんよ。ハンブラじゃないの。アランバとはハンブラ、モール。なぜウランバートルって言ってるから。だったらどうするよ。競馬関係ない。あれ、あるシロウマ的な。だから、ある最初に、あの、我々が今当てたやつは最初にあるがついてたから、あるは、あの、漢字、ザなんで無視していいんですよ。はい、あるを抜いたものが何か、多分我々が知ってる単語なんですよ。なるほど、はい、アルパン、そのクイズでアラビア語語源みたいなんで、うん、そのあるの、ある抜いて考えた方がいいです。ハンバラートワン、ワントールとか言ってた。アランバトール。山村さん、それはいいんですか。いいです、非常にいいです。アランバトール、ランバトール。ヒントです。ある英単語と似ているなという発想です。アンバトール、つまり、訳すんですね。訳しましょう。いや、アンバラート難しすぎる。アンバラート、あれ、アホロートルに似てる。ルーパー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 。なぜ。アホロートルって言ったから。確かに馬面だしね。馬面かとかは残念。乾杯。なぜ。カムバックみたいなの言ってる。残念。アンバラート、じゃ、バ、バの要素入ってたと思うよ。バ、もう200m。 いや、ハローみたいなこと言ったから。残念。いやいや、もう、もう当てよう当てよう。ここまで来たら当てたよ俺は。バラート、そうそう、本編のどれよりも圧倒的に難しい。じゃあ無理かも。圧倒的に無理です。無理でしょこれ。無理っすよね。じゃあこっちからもガンガンヒントを出しますが、ちょっとね、ある、もしかしたらね、あの、永久に解けなくてすでに時間の無駄になっているかもしれないので、あと5分で切ります。こっちもガンガンヒントを出していきます。はい、バラート、ぬ、は、ね、そうだね、2文字目が N だから。はい、高松さん、アンバラートールに注目して訳すんですね。まず訳しましょう。無理やり訳してください。はい、アンバラートール、アンバラートール、アンバラートール、アンバラ、あ、待って、アンブレラか。うん、俺も同じこと思った。アンブレラ、ヤヤオモ。なぜ。雨の日はヤヤオモのババになること多い。あと読めない。いやいや、もちろん。笠松競馬場。なぜ。アンブレラみたいなこと言ったから。傘ね。傘ね。残念。字が。字が完璧だ、傘ね。名手名馬の佐田笠松。いや、アンブレラじゃないんだ。アンブレラじゃないですね。アンブラ。アンブラ。アンバー、琥珀。目の、馬って文字入るから。
お雑すぎる。アンバー。4問目の予備やぞ。そんなもん用意するかって。アンバー。用意しそうな競馬用語言っていく？用意しそうな競馬用語言うか。デアリングタクト。なぜ？ならば、令和の三冠馬だから。残念でした。北島三郎さん。なぜ？北さんブラックの番組だから残念。アンバラとアンバラとアンバラとアンバラ、パドック。なぜ？アンツーカーが敷いてあるから。絶対アンツーカーじゃない。アンツーカー、アンツーカーと、アンツーカーと、プールみたいな部分は切って考えたから。ちょっと聞きましょう。アンバラ、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 ホンマ、アンバラかな。ホンマ、ホンマラ、アンバーカンバー、アンバーカンバー。もうハリウッドザコシショウのモノマネをするだけの人。アンバーは怖くだね。だからね、これ漢字とくっついて、アになってるんですが、もともとイの音です。インバラ、インバラみたいな。インバラ、アリア、アレンブル、インバー。そうかそうか、アルがついた時に、ね、ルーは発音しないかしないかみたいな、なんかするかみたいなのがね、次の文字によって決まってるんだよ。それを覚えなきゃいけない。インバラなんだっけ、なんかあったよね。インバー、合金、合金か、合金か、じゃあ無理だね。合金か、インバラ。じゃあ定説、合金が使われてそうだから。残念。インバーを要求する問題怖いでしょ。いや、わかんないよ。インバラ、インバラ、インブル、インバラ、インバラ、インバラ。あ、うん、思いついた。いや、月の名前とかかなと思って、その、お、オクトーバー、セプテンバーみたいな。ああ、いいんじゃない。違うよ。違う、違った。いや、ディセンバーに近いかなと思ったけど、違うか。あ、なんか、インバラ。賞レースの名前になりそうな気せえへん？これは天下り的なんだけど。インバラ。賞レースの名前、インバラ。賞レースの名前、インバラ。レース、インバラ。でも、レースって大体あれだよね。インバラ。菊、桜。レースの名前言っていくか。大花賞、菊花賞。大花賞。なぜ？インバラ。インバラを解明したら一生無理だよ。インバラ、インバラ。アルゼンチン共和国杯。長いやつね、距離が異常に。距離が異常に長いやつ。なんでその G1 って攻めて。せめて G1 だよな。G3 あたりが来るかな。はい、あと1分。インバー。セントウルステークス。違います。G1 全部言う覚悟でいいよ。 G1 全部言う覚悟。フェラリステークス。違います。大阪杯。ヒント、ジジ入ってます。ジジ。途端に止まる人たち。宝塚記念。残念。大花賞。残念。日本ダービー。残念。秋華賞。秋華賞。大花賞、ソダシが白毛として初の俳句。残念。白関係してるあれがまた。オークス。残念。その賞レースがまだ出てきてないもん、今日の会話の中で。え、皐月賞。違います。アメリカジョッキーズクローカップ。ダルビステークス。安田記念。ビクトリアマイル。え、でもディジーとか最近でしょ。最近やった。オークス日本ダービー。ジャパンカップ。ジャパンカップ。 NHK マイルカップ。違います。菊花賞。残念。アイビス様らしい。違います。え、ちょっと一番アイとビーが合ってそうだったの。ということで5分終了しました。なにレースの名前出てないか。夕張特別。もういいんだよ。日本語先にお読みしましょうか。はい、バンエダビー。確かに。今年競馬の天皇賞春が行われた競馬場は、はぁ、あ、エンペラーかー。そうか、エンペラーね。エンペラーかー。今年だけ阪神だったっていうやつか。95年ぶりかな。95年以来か。うん、改修等で。うわぁ、やられ。もう一回聞こう、もう一回聞こう。もう一回、本当に言ってる。あ、そういうのはフェイマカン、オクリマ、カプセルアンバラトル、フィラビア・ハゼルハン。無理でしょう。これはちょっと
これはちょっと想像でしたね。これは想像でしたな、エンペラーが。エンペラー無理だろこれ。無理だろ。え、P だったのあれ、発音。インバラツーですか。だよね、B だよね。B の音。うん。いや、じゃあ無理だわ。無理だね。天皇賞かー。あ、でも行けた。最低だな、なんで忘れたの、天皇賞。天皇賞の話してなかったわ。してなかった。無理なんだけどな、天皇賞。なるほどね。なるほどね。うわ、やられた。ということで、お疲れ様でした。うわー、ドバイターフの話してよかった。でも、目倉さんに乾杯ですね。目倉さんに乾杯したいみたいな。目倉さんは完璧。完璧、そう。目倉さんはもう言われた仕事をちゃんとやってくれた。そうだね、多分、なんか、こういうことしてくださって、なんでこんなことすんのみたいな、思いながらやってくださって、演技してくれたよ。プロ中のプロですよ。プロ中のプロ。ありがとうございます。もう、本当にいい人でしたもん。ね。最高じゃん。目倉さん、いい人ですよね。ちょっとね、あの合間の雑談とかしてくれるしね。超いい現場で一緒だった。いいんですよ、めちゃくちゃ。うわー、悔しいな。悔しいな。どうしようだったか。他のやつが分かんない。春はどこにあるの。春は確かに気になりますね。春ぐらいの70回とかで見たいですね。キングジョージ国際の知らねえのかよ。いや、そう、出題者はね、エクダさんがあの完全に翻訳までやってるから、出題者は何も知らないんだよ。なんで、Google 翻訳とにらめっこしながら、あ、こここうやって訳してくれたんだなって確認しながらなんで、全部ちゃんと把握できてるわけじゃない。なるほど。Google 翻訳、Google で検索しながら作って、最後チェックの段階で見てもらってるので、なるほどね。うん、これ、高松がやってくれました。大変なことでしたね。でも、Google 翻訳のアラビア語翻訳って、めちゃくちゃ荒いのよ。そうそう。だから、全然使えないの。そうなの。そう、だから俺はもう教科書とかと見だね、一個質やらなきゃいけなかった。このまま喋れるのか。まったく。あ、でも、アスアルファは覚えました。まあね、問題です。アスアルファ。アスアルファ。でも俺、アスアルファだけ覚えても、問題出せないから、その後。確かに。問題ですとだけ言える。問題しか言えない。ということで、やってまいりました。最後は難しかったですけど。難しかった。でも面白かったね。これが本編じゃなくてよかったね。確かに、本編だったらもう地獄でしたね。これ夜中に帰れない。あ、やってるまで帰れないってやつだったんで、もう。あ、そうだった。2日、3日でやってましたね。無限に終わらない。でもまあ、天皇賞あるならギリギリその G1 をもう G1 列挙して競馬を列挙したら1回当たった。しかもちゃんとその中央競馬の場ですから、そういう意味では当たりやすかったかもしれない。ちなみにこれ阪神競馬場は本編の撮影でこうちゃんが答えました。そうね、こうちゃん何でもなくただ振ったバットにたまたま当たったって難しい。これは難しい。いや、僕やっぱね、勉強しないとね、言語は定着しません。いやー、やっぱ勉強大事です。勉強大事です。あの、適当にヒットさせるみたいなのできない。これはむしろできるように作ってこれだった。だからなんならさ、春と今年来てればさ、確かに。いけたってさ、それくらいのさ、単語なら多分、処方の単語じゃん。基礎的な語彙が。それさえできてればできたんだから。難しいっすな。でも勉強は必要ですね。はい。いい結論が出ました。皆さんも、アーミーやフスパ覚えていこうな。アーミーやフスパ、神の言う通りね。いや、それはアドハンドリーラー。あれアーミースパー。それはあのアラビア語の口語表現か文語表現かっていう。へぇ。そう、あのだから、大体。アーミーは語アーミーは語だから、フスは、だから僕が習ったのはフスは。そう。だから、アーミーって結局、国によって全然方言とかで違うから、なかなか教えられないんだけど、フスははコーラに書いてあるから。なるほどね。いや、だから本当に600年、7世紀から変わってないから。すごいね。ということで、はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、そっちのよろしくお願いします。それでは、さよなら。バイバイ。あ、さよならってアラビア語なんて言うか忘れちゃった。